沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリートは沖縄県沖縄市にある資料館。沖縄市が運営している。2005年の開館以来、パルミラ通り沿いの空き店舗を利用して本館のヒストリートと文館のヒストリート2として運営していたが、2018年4月に閉館。2018年8月8日にコザゲート通り沿いのビルに移転してオープンした。 館内の様子会館は戦後六十年目を迎え、この日は沖縄戦における日米両軍の幸福調印が沖縄市森根で行われたことにちなんでおり、資料館が位置する小座地域そのものも派手な基地に隣り合う基地の町として形成された経緯がある。このような特異な歴史を経験した町を紹介しているのがヒストリートであり戦後文化を中心に展示を行う資料館は、 県内でも珍しい。資料館はそれ専用に建設された施設ではなく、コザゲート通りにある既存の建物の1.2階を改装して展示室にしている。従来、パルミラ通りと呼ばれる商店街にあった旧館も空き店舗を活用したものである。旧館は施設こそ小規模であったが、施設のある周辺は米兵たちが行き交う中央パークアベニューや1970年に起こった 住民放棄小座暴動の現場となった小座ゲート通りがある。A サインバーをイメージした館内にはベトナム戦争中に賑にわった小座の街の様子や小座暴動、収容所から始まった戦後の市民の暮らしなど充実した内容となっている。また沖縄市や小座文化ボックスなど沖縄市が観光する書籍の販売も行っている。戦争直後の生活用品、 ヒストリートの2な隣に文館として2009年にオープンした展示室で2ヶ月ごとに変わる企画展の会場となっている。企画展は沖縄市に関連したテーマで実施してきており、これまでカデカル臨床展、沖縄市の沖縄戦展、コザ収容所の個人展、石川文広写真展などを開催してきた。 また、毎月20日には、戦後史を記録する会という講演会を実施しており、企画展のテーマに関わるゲストスピーカーが招かれている。ヒストリートの移転に伴い閉館。読書コーナーがあり、市内の学校や地域等の記念誌に加え、琉球列島前国民政府の月刊誌、今月の琉球、主例の光の閲覧が可能。ヒストリート、閉室のお知らせです。 沖縄市戦後資料デジタルアーカイブウェブヒストリート www.histreed.okinawa.jp2018、ok、年5月19日閲覧懐かしい。蘇る小座に寒類沖縄市ヒストリートが真相をオープン http://www.okin-a-w-a-t-i-m-e-s.co.jp、ok、スラッシュアーティクルススラッシュスラッシュ295693.2018年8月8日閲覧広報沖縄9月号沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリートオープン